日？今日は日曜日。日。これはあるな。あれ、1個飲み忘れてるぞ、バカだね。今日は日。朝と夜に。痩せる思いして痩せない私変形性膝関節症って言ってたよ。で、要するに軟骨がちょっと変って減ってきて、力を抜いてくださいね。頑張ってますね。はい、ちょっとチクッとしますよ。はい、 OK。 はい、力を抜いて、これが関節液ですね。液体用の棒なんかないかな。もうハブが出てきてもいい時期なんだよ。元気。これは何歳？5、6歳。何してんのよって顔して見てるよ。
イラクから帰ってきて、ん？イラクから無事に帰ってきたっていう、お帰りなさいっていう。台風で2つ。いいじゃん台風。熱意がいる。ジンナさん。ああ。痛い。私35年間人しか出してないわけ。正直言ってさ、人しか撮ってなくて、こういう風景は例えば100点撮ったら1点あるかなないかなぐらいの。割合ですから、いわゆる付録だったわけさ。それが今度はその風景が主役さね、人がない、いないわけには全く、すごく不安でさ、不安なのよ、正直。それでもやるわけさ。なんでって言ったら、とどまる必要はないからさ、進んでいかないといけないし、あの 道に対する未知なるものに対する冒険っていうのは、年取れば取るほどやらなくなるさ。あの今までの続きをやれば、まずどんな反応が出るっていうのは大体わかるから、ある意味安心だし安全さね。だけど私はこれ自分の仕事だからさ、そのチャレンジ精神がなくなったら、こういう表現してものを出して人の評価を得るっていうのはもうやめた方がいいと思うさ。だから本当にね、意味軸も冒険って言葉出たけど、本当冒険だ